えー、お正月ということで、この時期になると旗開きというイベントがあります、えー。労働組合とかね、活動家の方々の新年会ですね。まあ文字通り旗を開いて旗を掲げた状態で、えー、新年会をやるんですけども、ブラック解放同盟もね、毎年この時期には旗開きをやるわけです。まあもうすでにやったところもありますね。これからいろんなところがやるんだと思います。で、このイベントははっきり言えばもう集金イベントなので、 まあ参加しない方がいいですね。できれば。えー、私は直接出たことはないんだけども、ブラック探訪してると、旗開きの話、ちらほら聞きます。えー、地元のね、え、議会議員、町議会議員、まあ町長、あの、市の職員、あるいは、まあ、その福祉団体とか、まあそういうところの人を集めてですね。で、一人、まあ、大体今の相場っていうのはね、5000円からね、何万円か、まあそのぐらいだと思います。まあ2万円、3万円とかね。で、それで、 何百人と集めてやるわけですよ。地域によっては。そうすると、まあ何百万円っていう収入になるわけです。そのお金がどこに行くかっていうのはまあその支部次第じゃないですか。活動費になる場合もあれば、個人の口座に入ってるのかもしれないです。 それで、まあ実際ね、えー、北関東の方でこれ、イベント参加した人がい,いるんですね。で、お便りをいただき、いただいたんですけども、あんまりピンポイントで特定されるとまずいから、ちょっとぼやかしながら、えー、お話しするんですけども、えー、私は、えー、埼玉県のとある支部の、えー、旗開きに参加したことがありました。なるほど。そこで、 えー、ビンゴ団体が、ビンゴ大会があったんですけども、えー、まあご、5、箇所ね、えー、穴開けて、こう、1列になった場合、普通、ビンゴって言うじゃないですか。だけど、えー、この、参加した自治体の職員っていうのは、絶対ビンゴになっても手を挙げなかったっていうことなんですね。で、えー、まあ、なんでそのビンゴになっても手を挙げないかっていうと、その、じゃあ、ビンゴ大会の景品の、 そのね、景品を買うお金の出所がどこかっていうところなんですよね。まあ、それが、まあ、元をたどれば公金だということを知ってたから、まあ、そういうものはちょっと受け取るわけにはいかないだろうっていうことで、えー、自治体の職員はビンゴになってもみんな沈黙してたっていうんですね。まあ、本当、あの、罰ゲームみたいだったって言います。で、で、そういうことになる背景っていうのは、まあ、これは、あの、関東でも関西でもあることなんですけども、やっぱり、あの、 まあこの同和関係ってお金の使い方、税金の使い方が結構無茶苦茶なんですよね。えー、その領収書を偽造させられたいとかそういうこともあって、まあそういうことをね、 日頃から職員はさせられてるわけだから、その貧困大会の景品っていうのもね、その、まあそのお金の出所なんてろくなもんじゃないっていうことをわかってるから、まあそんな景品を受け取るっていうのはまあ良心を咎めるっていうか、まあ自分も共犯になりかねないから、まあとにかく貧困になっても黙ってたと。まあ当然そんなね、あの貧困大会なんてまあ面白いわけがないわけです。で、それでまあ新年会といえばその宴会なんかも あるんだけども、その、例えばその、団体のね、解放同盟なんかをたあの、支部の幹部なんかは、その、信任のね、役所の職員なんかをこう横にはべらかしてですね、なんかもう、そんな、あの、なんていうかね、もう、あんなもんセクハラ、や、セクハラだったと、ぶっちゃけ。うん、そういうことをやってたと。まあ、人権団体って言うけど。 もう、その、まあ、他のね、あの、解放同盟の活動家なんかも、そのもう、活動家特有の、このギラギラした目つきをしてるわけだから、まあ、当然、そんな、あの、イベントっていうのも楽しいわけがないと。えー、そしてですね、えー、っとね、あ、これ、これはちょっと具体的な話になっちゃうんだけども、ある時だし、ある時ですね、あの、茨城県、あの、武力解放愛する会ですね。 ブラック・アイ・愛ォー・会の茨城県連からあの来賓として来た人がいて、まあ、その人が登壇してスピーチするんだけどもその,その服装とかねその風景がもう完全にもうヤクザのそれだったんでもう会場がねこうシーンとなってねもう皆さんドん引きだったっていうそうなんですね。でまあこのチャンネル見てる方はその。 ヤクザみたいな風景の人誰なのかもうピンポイントでわかると思います。多分あの人でしょうね。うん。ということで、まあ当然そんな風に、あの、あの、思われてるわけです。まあ僕の感覚は正しいですね。やっぱり、あの、そういう風に思うと思います。ということで、まあ、新春旗開き、こういうものだということなんで、あの、皆さんね、あの、知らない人はね、知らない人はもう参加しないようにしましょう。招待が来ても。で、まあ、 例えばね、去年、おととし参加してしまって、た、まあ、多分ね、あの会場でこうやって名前書くんですよ、どこぞこの誰々って言ってね。 役職名と名前書か,かされるんで、当然、解放同盟の名簿に載っちゃうわけです。一度参加したら。だから次に、あの、なかなかね、断りづらくなってしまうんですよね。だから、まあ、最初の一回が大事です。最初の一回まず参加しないっていうこと。で、参加してしまった場合も、なるべくね、正体は無視するようにという努力をされた方がいいんじゃないかと思います。ということで、えー、新春旗開きにご注意というお話をさせていただきました。